こんにちは。じゃんけん必勝法のセミナーへようこそ。今日僕のこのセミナーを受けていただければ、皆さんは今後の人生で二度とじゃんけんに負けることはありません。受講料はお一人様16万8千円になります。はっきり言って安いです。さあ、それでは授業始めていきましょう。チョキはグーに勝てないと皆さん思っていませんが、これ大きな間違いです。普通に勝てます。いきますよ。今から僕がチョキを出すので、皆さんじゃんけんでグーを出していただきたいと思います。最初はグー、じゃんけんポンと言ったら、ちょっと言ってる、少まってください。ここで大事なのはあくまでチョキの形はキープです。これ崩れたら無効試合になります。ちょっと痛いかというと、まともな人間なら大丈夫、どうしよう、手見てください。これはい、堂々とした顔で、これでチョキがグーに勝てます。さあ、続いてグーはパーに勝てないと思っていませんか。これ大きな間違いです。普通に勝てます。いきますよ。皆さんパーを出してください。僕グー出します。最初はグー、じゃんけんポン、目つぶしをお願いしますと言ってください。目つぶしをお願いしますと言って、目つぶしをしてもらいます。これちょっと目は痛いですけど、ここ我慢してください。で、目つぶしをしてもらいながら、これ手見てください。これでグーがパーに勝てます。さあ、最後いきますね。パーはチョキに勝てないと思っていませんか。これも大きな間違いです。楽勝です。皆さんチョキを出してください。これ僕が今からパー出しますので、最初はグー、じゃんけんポン、行ってまいります。行ってまいりますと言って、皆さんはブラジルへ3年間サッカー留学に行ってください。いいですか。3年間サッカー留学に行って日本代表に選ばれてください。さあ、埼玉スタジアムだ。2対2同点後半、皆さん途中出場、皆さんだよ、皆さんが出てきた。観客は大興奮。わあ、ブラジル留学へ行った、あいつが帰ってきた。わあ、でも手を見て観客の手、その観客に向かって乱獲だ、取れ、勝ち取れ。でも皆さんが本当に倒すべき相手は観客じゃない、あの時勝てなかったあいつだ。あいつはテレビの向こうで見て、さあ、天気もろ、ゴール、やったカメラどこだ、カメラ、テレビの向こうがあいつ、やった、天気めだ、あれ、3年前はチョキだったのにグーになってる。さあ、全ての条件が整ったテレビの向こうのあいつに、これで全てのじゃんけんに勝てます。どうもありがとうございました。